はいはい。はい、そんな今みたいに気まずい時に気まずい動画、うん、誰が気まずいんだちょっと今俺のなんか気まずいてください。気まずい顔がうまい森田さんがいます。あどういうことですか。いや、あのこの間学園で見た風景なんですけど、はいはい、森田さんが、うん、あのただひたすら一人で気まずい顔を練習していたんです。あそうなんですね。気まずい顔って何ですか。さっきあの廊下ですれ違った時してましたね。階段で話してた。誰だっけ一緒にいたの。はい、いました。めっちゃうまい。例えばじゃあ江野さん どういう顔です。ちょっとやってみてもらえます。すーちゃんの気まずい顔ですか、うん、あ、でもじゃあ、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 友果さんちょっとやってみてもらえます。やってみてもらえます。顔、はい。どんな顔してるんですか。筋は、うん、だんだんなんですけど、うん、おそれでよくやります。よくやります。これ実はというと、あのしゃべくりセブンという番組見てて、うち大好きな番組なんですけど一応他局ね。一応他局ね。そっか、うん、ごめんなさい。で、ホリケンさんがされてたんで、うん、うちも練習してマスターしたいと思ってできるようになったんです。どこで使おうと思ってたの。うん、気持ちいいです。とかプルネとか、うん、結構こうなんかヒェヒェみたいな感じでこうやってうんと思って、まあ、リアクションに困るもんね。そうの時にこういうふうにするとやるやるやると突っ込んでくれるから、うん、コミュニケーションできるんですよ。コミュニケーションできてんだ、はい、それがいいね。そうなるほどね。というなんか、まあ、そうリアクションしていいどうしていいか分かんない時に便利だと。はい、ぜひそういうことだったんですね。スーちゃん逆になんかありますか。他のはい、うちもあります。何でしょう。時計がない方が幸せになれる。いやいや、ちょっと毛色の違うものが何どういうことですか。これはですね、うち最近、うん、部屋の時計を外したんですよ。置き時計っていうか、あの台湾進出したんですよ、アイドリング。台湾進出したんですね。そうそうそう。で台湾行った時に、うん、なおちゃんとセリーヌと一緒の部屋だったんですよね、うん、で3人部屋で全然時計もなかったんですよ、うん、で何時か分からへんなって言ってる時の方が支度も早くできたし楽しかったんですよ。何より、もしかしたら今遅れてるかもしれないっていう緊張感があるってことですか。そうそうそう。で実際遅れたりしなかったんですか。はい、はい、でもあの隣の部屋は私とサカッチだったんですけど、ええ、めちゃくちゃうるさくて寝れなかったんですよ、ええ、であの今もう夜中の3時だよって言ったら、え、嘘、もう夜中の3時なのみたいな感じなんで、絶対時計はあった方がいい。あのスーちゃん時計がない方が幸せって言ってたんですけど、うんうん、スーちゃん自身が見ないだけで私に1分おきごとに聞いてくるんですよ今何時。時計役がいるんじゃないですか。そうだから時計はあった方がいい。すごい。でもそういう風にコミュニケーション取って何分、あ、そっかそっか自分で見ればいいじゃん、うん、っていう風に一緒にコミュニケーションできるからいいと思います。これなんだろうね、やっぱうまくいかないで偽物だから